山が綺麗ね。ニンニクの芽を期待したんだけど、ないみたい。ちょっと確認。まだニンニクのネギ坊主はできていないけど、多分これにネギ坊主がついて、もう少しミヨンって伸びたら取ります。もう1、2週間先かもしれないな。そんな感じですね。仕方ないから雪の下でも撮って帰ります。春雪の下、食べ頃の大きさになってきたんで撮ってきたいと思います。はい、ここはお芋さんが、まだ分解されてないけど、ちょっと量が減った感じがします。なんか栄養がいいのか、雑草とかがすごい生えてる。伸び伸びしております。春雪の下はこれだけ取りました。もうこれ、ナズナももうペン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 してる。あと何取ろうかな。あれを取っていこうか。ちょっと箱べを取っとこうかな。かき揚げにしてもいいかも。もう花が咲いちゃってプチプチしてるかもしれんけど、美味しいとこだけ取ってこう。こんな感じで上の方だけつまんでこうかな。おーい、ということで今日のただ飯収穫はね、雪の下とは混ざってるか。これが箱べがめちゃめちゃたくさん取れたんで、箱べ、それからこれが、これもたくさん取れましたね。ねえ、カラスのエンドウの。うん、もう最近緑のもの食べてなかったから、これで緑補給ですね。ということで、まだ
ニンニクは芽が出てなかったけど、違う収穫ができてよかったです。で、終わり、帰ろ。いいよね、こういうとこ。やばい、野生の血が。なんかあそこに竹が生えてるし、ちょっとだけ邪魔けん。あ、湧き水も。あ、ここに湧き水がある。あ、なんかここは私有地っぽいよね。竹ばっかりだな。ここ勝手に入れないかな。見つけてしまった。ちょっとほじるか。ゲット。持ち運ぼうか。細いから8個かな。いただき。